か一個言わせてもらっていいですか。僕ここ座るの初めてなんで、ちょっと一個座らせてもらっていいですか。俺ここ座らせてもらったのもちょっと挑戦の立場っていう意味で座らせてもらいました。ブレイキングダウンで俺はライジン目指してるってずっと言ってんのに、ずっとキックボクシングばっかりしてきました。なので俺そろそろ MMA を視聴者のみんなに見せたいなって思ってます。そこでちょっとさっきチラッと見えたんですけど、ライジンの勇姿、お前相変わらずテクノみたいなお前つやな、お前野球のキャッチャーみたいな。さっきチラッと家も見えたんでちょっと呼ばしてもらったんですけど、勇姿くん、俺あんたと MMA の試合やりたいんや、うん、俺に得あんのそれ。お前に得、うん、お前言ったけどな、首の皮一枚繋がってる状態やねん。どういうこと。去年勝ったん誰、唯一コミオだけやん。そんなんがお前ライジンファイターでおっていけてると思ってんの。そうだな、うん、やろ、うん、やろ。じゃあ今最も可能性のあるな、ライジの可能性のある俺、正味俺めちゃくちゃ強い MMA は、うん、うん、見せれてないだけで。だから俺見せるって意味と、あと勇姿に勝ったら勇姿の首持って榊原さんに直談判しに行きたいと思ってるんで、ミクルさんと溝口さんぜひ一緒に行ってくれませんか。まあ一緒には行かないけど、まあ一緒に行ってください。ブレイキングダウンもライジンとか行けるようなパイプ、俺がもう第一人者としてなっていきたいんですよね、うん。どうよ、お前じゃ俺の代わりになれねえぞ。でもいや、なれるやろ。なれんの。なれるよ。なんで強さだけで。あ、違う、花もじゃ。お前のどこに花があんの。こういうとこ。まあ悪くないやろ、悪くない。そういうのできんのよ、うん、うん。でもそう簡単に勝たせねえぞ。うん、ほなやろ。でもこれルールどういう感じですか。 MMA でやるんですか。 MMA でやらせてください。 MMA で完全決着ルールでいいんじゃないですか。無制限。ぜひ。いけます。うん、いけ。体重も合わすんで、全部合わすんで。で、お前みたいなのが出る資格ねえなって。勇姿、お前ポジション変われ。これから俺が行く。ジョリー、お前が言ってたように俺もライジンで首の皮一枚繋がってる状態だってのは自分で一番分かってるよ。だけどそのリスク背負ってでもこのブレイキングダウンっていう舞台でお前のことぶっ倒そうって思ってるから、当日は覚悟しとけよ。よろしくな。